監督ラボの監督です。今回はプレイマットのレビューをしていきます。このプレイマットは厚手で弾力性があり、赤ちゃんが転倒してしまった時衝撃を大幅に防ぐことができる優れものです。実際に触ってみた使用感やおすすめポイントなどを紹介していきたいと思います。皆さん、赤ちゃんのプレイマットってどんなものを選んでみますか？プレイマットは赤ちゃんが遊ぶために必要なアイテムです。しかし、プレイマットには様々な種類があるので、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。そんな時におすすめなのがこちら。プレイマットを開けていきます。こんな感じに入ってました。こちら。こちらでございます。大きいですね。画角に収まりきらない。表は溝なし。裏はこういった溝あり仕様。ではレビューしていきます。こちらまず触ってみて真っ先に感じたのは弾力性があります。超高密度 XPE 素材。プレイマットは7層構造で構成されております。とても柔らかく弾力性があり、強力な干渉吸収により周りの音が気になる場所でも安心して使用することができます。また赤ちゃんが寝転がっても安心な耐久性、クッション性があり、優れた防音機能も備わっております。こちら表面は圧縮技術が用いられ、接着剤や化学物質は含まれておりません。摩擦に耐え変形しにくいです。また床の冷気や熱気を遮断することができ、夏でも冬でも使用することができます。表面は防水機能付き、水分などの汚れをさっと簡単に落とすことができます。表には突起状の文字があります。それは赤ちゃんが立ったり歩いたりすることで転倒を防ぐ機能になります。この赤ちゃんプレイマットなんですけども、数多く寄せられた要望の一つ、それが折りたたみ機能が欲しいです。こちらなんとたった3秒でできます。こちらが一番小さくしたサイズとなっております。その他にも赤ちゃんがマットの角を噛むのを防ぐために縁取りデザインが施されております。いかがだったでしょうか？赤ちゃんプレイマット、使用以外にもヨガマットやキャンプマットとしても活用でき、保管がしやすいのでとても便利です。興味のある方はぜひ概要欄へゴー。